どうもこんにちは、ドクター小森だ。本日なんですけども、こちらのね、コカ・コーラとこの割り箸を使ってね、実験していきたいなと思います。あ、皆さん、ビールに割り箸突っ込んだことあります？なんかビールに割り箸を突っ込むと泡立つらしいんですよ。要は泡の調節に使われるらしくて、それね、もしかしたら、コーラに割り箸を突き刺したら泡が吹き出すんじゃないかということがあるらしくて、ちょっとね、実験していきたいなと思います。で、今回の実験なんですけど、こちらの割り箸はね、ビールに突っ込むとね、ビールが泡立つらしいんですよ。要はその、割り箸とビールが反応して泡立つと、山の調節に使えるらしくて、この割り箸をコーラに突っ込むとね、コーラもなんか飛び出てとんでもないことになるんじゃないかという噂がありまして、ちょっとね、実証していきたいなと思います。噂によるとね、コーラに割り箸を入れるとね、とんでもないことが起きるらしくて、奮発して、こちら、もう2リットルのコカ・コーラも奮発して300円でね、買ってきました。150円の500ミリじゃなくてね、2リットル300円ですから、ちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。じゃあ早速ね、やっていきましょう。ではですね、今からね、この割り箸をね、コーラに突き刺していきたいなと思います。あー、ちょっと緊張してます。深呼吸します。よし、行きます。皆さんは今からね、歴史的な瞬間の目撃者になります。じゃあ、行きます。よし、行きます。よし、行きます。行きます。今からね、皆さんも歴史的瞬間の目撃者になります。今からね、皆さんもね、今から皆さんはね、歴史的な瞬間の目撃者になります。それでは行きます。よし、3、2、1、うわあ、こんな感じです。逆流してきた、すげえなこれ、うん、え、これどうなってるんや。おいしいです。これね、ちょっとどうなってるのかなって考えたんですけど、おそらくね、コーラの中の液体の二酸化炭素が割り箸と触れることによって気体の二酸化炭素に変わるんですよ。そうすると液体から気体に変わると体積が増えるじゃないですか。だからこの密封空間だと圧力が増加して、で、その増えた分の体積が外に出ようとするから、この場所からね、押し出されたんじゃないかなと思います。まあ、詳しく知りたい方はぜひね、Google で調べてみてください。まあ、こんな感じでね、今後もいろんなことチャレンジしていくので、ぜひともね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、じゃあな。